が変更になっちゃって、3時半から30分よろしくお願いします。いるやん。あら、なんだこれ、バレンタイン。かわいい。めっちゃかわいい。ありがとう。なので、これは午後の分ですね。バレンタインイベントか。かわいい。クッキー？クッキー集めてます。書いた方がいいかな。チョコポップ チョコポップもらえる。雪が降ってる。わーい、ありがとう、いっぱい。お腹すいたー。お腹すいたよー。なんかちっちゃいね、お弁当みたいなの食べました。でも今日すごいお腹すくんだよね。夜ご飯にとっておこうかな。わ、なんか猫かわいい。猫かわいい。え、シューンさん、ありがとう。かわいい。ありがとうございます。猫、お疲れ様です。え、またくれた？もしかして、またくれた？ ありがとう、しゅんさん。
全然メイクしてない。ハローハロー。大焼け、そんなに気をつけてください。気をつけて。クッキーありがとう。すごいめっちゃ降ってる、クッキーが。外は寒いけど昼は大丈夫。そう、月が10時からなんですけど、なんかね、どうなんだろうな。予定が読めない。長引くかもしれんし、待ってて。さっき渋滞、なんか渋滞にはまってしまって、でなんか1時間遅れみたいな。わお。そうなんですよ、だから変更になっちゃって。ああ、雪、雪のせい。雪降ってたのかな。過去に降ってたかもしれん。降ったり止んだりみたいな。うん。雨もあるん、これ。キャンディーみたいな、かわいい。お菓子ってかわいいね。でもほんと午前の部が集めてくれたのに申し訳ないわ。多分昼できないんだよね。ありがとね。SG は有効ですね。キラキラ星が。隠れてこそっと見に来ました。ありがとう。隠れてこそっとの方いそう。今日そう、ちょっと声ガラガラですね。あんま喋ってないっていうのもあるけど、今日誕生日20歳、おめでとう慎吾くん、おめでとう。ドキドキ。4時までですね。
4時まで。全部投げた？完了しましたか？やばい、くしゃみ出そう。嘘。本当だ、2位になった。ありがとう。びっくり。すごい。わーい。おお、逆に休憩中ちょうど。次の、あ、次は、10時の予定です。なるべく早く始めようと思ってるけど。書いとこう。10時。予定入れてると思う。ん？え、配信予定よね。入れてなかったですかね。入ってた。よかった。今日メイクしてないです。メイクしてないです。だからちょっと恥ずかしい。光が強いから。配信予約入れてます。うんうん、そうだね。もうミッションはそうだね。あ、ウッシーさん、これかわいい、ありがとう。好きクマ、好きクマ、クマやん、ありがとう。ウッシーさん、好きクマやん。バブミある、特にすっぴんコーナー。あ、なんかすっぴんコーナーね、取り入れようっていう声はありましたね。みんなが見たいって思ってくれてるなら。やばいね。大丈夫かな。でもナチュラルなやつはいいよね。なんか部屋着っていうかラフな感じなんてなかなかないもんね。
当にメイクしてないんだよ。でもこの後ね、メイクしなきゃいけない。大好き恋めっ。このバレンタインのやつめっちゃ好みかも。めっちゃ好みかも。ピンクとかよね。ピンク白系かわいい。うん、このあとそう夜、そう200万超えた。本当だ、すごい。なんか嬉しい。ありがとうございます。いいね、節目みたいな。こんにちは。集めてます。キラキラ星とクッキー、コツコツ集めてます。コツコツ強いよ。コツコツ強いよ。しかもお腹減ってくるね。なんかクッキー見とったら。ハートも、私分かった。ハートも好きなんだ。ハートの形好きなんよ。そう、毎日配信、そうコツコツ続けてきた。あ、でも配信ね、もう日常だけどね。パートって形かわいい。クッキーの雨なん、これかわいい。遠ざかってみる。わーいわーい、クッキーありがとう。天才さん、嬉しいな。無料のチョコもらえる今日から。これも10個投げるポイント増える。増えるよ。あと10分。でもすごい接戦ですね。うんと、ずっと接戦ですね。アライバーテーマ書いた。なんかできることあるかなと思って。キャンディー無料で
もらえるチョコは10個貯めて買うだね。そうだね、10個10元、10円だね。10連はポイントがアップするから、すごいね。こんにちは。あと9分1日5個もらえるんか。じゃあ1日じゃあ2日分貯めて10個の方はポイントは上がるね。忘れそうな方は今だね。チョコいいね。25個金曜日に投げれる。10連2回と5個だ。だけん明日からもできる。集めて。チリツモだね。チリツモ。お疲れ様です。凍えました。なんかもうどこも寒そう。今ね、あったかいとこにいるから大丈夫だけど、そう、スローガン、今回のスローガンはコツコツやんですから、コツコツやん。レインボースターいっぱいありがとう。いっぱいありがとう。うん、お腹鳴りそう。寒い日は部屋から出たくない。ないよね。え、雪積もった。おやつ持ってないんで。可愛いので来てみました、ありがとう。星とクッキー集めてます。スタイルブック、何、そうだね、
何？何？でも何って言われたら写真集ですね。何って言われたら写真集だけど、写真集のおしゃれ寄りって感じです。スタイル、ファッション寄りですね。世界観っていうよりかは、そう、ファッション重視かな。うん。ああね、確かに。タイトルもみんなで決めれたらいいよね。完全セルフプロデュースだから。もうそろそろ終わりますね。ありがとうね、来てくれてめっちゃ嬉しい。ありがとう。ここも頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう。またね。確かにそうね。撮影するとしたら、そう、めっちゃ一面さ、花が咲いてる場所あるじゃん。そういうとこで撮影もいいよね。じゃあ、ありがとうございました。めっちゃお腹鳴ってしまった。バイバーイ。ありがとう、来てくれてありがとう、応援ありがとう。また夜。